猫本の専門店の本屋さんがあるそうなので、あのオリジナルグッズなんだ。いや最初はね、ほら犬でもいいんだけど確かに自身はもう、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。今日はどちらへ？今日はですね、本屋散歩ということで、ザ神保町っていう感じのね場所に来ているんですが、猫本の専門店の本屋さんがあるそうなので、猫だけの本、猫だけみたいです。僕将来の夢が猫飼うことなんで、そこでね、可愛い猫ちゃんの本いろいろね見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツパンク。見えてきたね。ここ？ここですね。姉川書店。姉川書店。にゃんこ堂ですね。猫だらけ。めっちゃ可愛い猫がお出迎えしてくれる。店内も猫だらけってね噂なんで。そうなんだ。行ってみましょう。店内全部猫だね。こんなに猫のことあるんですね。本当に ね、それにびっくりするよね。猫の本だな。僕全然これ初めて見ました。あのオリジナルグッズなんだ。いや、この猫魂あ、これもみんな買っちゃいますね。本屋を辞めるか、あの貸すか、もうどっちかにしようかねと思ってて、子供にはそう言ってたんですよ。そしたらなんか、猫の本屋って面白いかもしれないからやってみようよっていうもんだから、やってみてどうなるか試してみようっていうことで、本当はもうあの少しの棚だけを最初やってみたんですよね。そしたらね、あのその本はもうほとんど人が見向きしないで、猫の本の向こうにばっかり集まってくるもんだから、だからこれはやっぱり猫の本は面白いねと思って。2011年が震災だったね。はいはいはい、そうですよね。11年13年かな。1年ぐらいでもうあっという間に猫の本に切り替えました。なるほど。最初はね、ほら犬でもいいんだけど確かに僕自身はもうどっちでも本当は良かった。子供が猫がいいよっていうもんだから、じゃあ猫にしようってね。だから犬って言われれば犬やったのかもしれない。まあ、そうそう、犬か猫の。でも結果的にいろんな分野にわたって猫の方が、あの読める本がたくさんあるね。犬よりは結構売れちゃったんですけどね。すごいです。出版社の社長が変わってね、はいはい、もうオリジナル商品やっぱりこういうの作らなくなったんだね。あ、だから在庫のあるものをずっといただいてて売ってたんだけど、もうほとんどなくなってきたみたいで、だん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 このオリジナル商品がなくなってきてる。なるほど。じゃあもう逆に貴重というか、そう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 、もう買うなら。こういう本屋があのできたっていうことでみんなが注目してくれるようになって、それでおかげでね、猫ブームみたいになってきたし、本の場合はあんまり廃れないし、だからなんかやっぱやらないとダメな時代になってきちゃったねと思いながら、ちっちゃい本屋はね、はい、というわけで今回は本屋散歩、姉川書店、神保町にゃんこ堂さんを、訪ねました。こちらね、最後絵本を買わせていただきました。はい、ここもね、家帰ってゆっくり読みたいと思います。ちょっと僕らが今お話聞いてる間 もうたくさんの猫好きのお客さんがこちらいらっしゃって、あの猫本をね、いろいろ手に取って買われている様子も見えたので、ぜひあの猫が好きだよって方はこちら、
神保町にゃんこ堂さんの方に来ていただいて、もうたくさん猫本ありますので、気になる本手に取っていただければと思います。はい、それではこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、おつパンク。